してもらえるものはもらおうとか、まあ、弱者のふりをして少しでも得をしよう、まあ、そんな国民ばっかりになったら日本国滅びてしまいます。経済運営に万全を期してまいります。増税分の5分の4を借金返しに充てていた消費税の使い道を見直し、高市早苗さんですね。かつてさもしい顔をしてもらえるものはもらう、そんな国民ばかりじゃ滅びるというふうに表現してますけども、もらえるものは何でももらう国会議員が国を滅ぼしていることになぜ言及されないんですかね。もしもらえるものをもらっちゃいけないってことでしたら、ぜひね、歳費をいただかないでください、ね、政党助成金もいただかないでください。もらえるものをもらわないんでしょ。もらえるものをもらうのはさもしいということでしたら、本当にね、自ら身を反していただきたいと思いますが、高市早苗さんいかがでしょうか。ちなみに消費税の増税分は5分の4を借金の返済に充てていると安倍総理も正式に、発言しております。そしてですね、高市早苗さん、法人税減税と消費税の増税がアップされているこの現状はやっぱり揺るがないですよね。高市早苗さん、ちょっと大事なところでボロを出してしまいましたね。はい、もうね、正直にやりましょうよ、正直に。もう改ざん政権、安倍政権、菅政権、そして岸田政権にも引き継がれているのかなと思うと残念でなりません。